元姿徳は大韓民国の軍人。本願は元州元氏。満州国軍出身者では最高位の中高であった。李承番大統領に忠実で、不山政治波動などの政治的事件に関わった政治軍人として知られている。創始改名時の日本名は、元村博士正し1931年、セブランスイカ専門学校卒業。1933年、 満州国軍に入隊し、軍医として含む。1934年7月1日、公安軍艦学校軍医所長。1936年、講和協会に参加。1937年9月、第一独立方兵大隊に赴任。とある集会で、日本人将校が朝鮮人を侮蔑する発言をすると、元姿徳が刀を抜いて、騒ぎになったことがあった。 1945年12月、軍事英語学校補佐官。1946年2月7日付で、軍事英語学校を卒業して、認証者、南朝鮮国防警備隊総司令官。1946年9月、警備士官学校校長。1946年12月7日、第8連隊長。1947年12月1日、第2次予断長。 1948年、韓国軍内の左翼分子を除去する宿軍が行われると、牧政機が検挙された。牧政機が満州国陸軍軍艦学校の生徒であった時、元姿徳は学校の組ミであったため、牧政機を大変惜しみ、除名活動を行った。1949年1月15日、第五旅団長、同年8月、 陸軍本部行政参謀副長。九百四十九年八月十九日に、中間軍事顧問団団長のロバーツが、チャールズ・ボルトに送った手紙には、元医師で、反米であり、無能のため師団から解任しなければならなかったと書かれている。九百五十年四月、五国軍参謀副長。同年七月、西海岸地区戦闘司令部副司令官。朝鮮戦争中に、 予備役編入となったが、1952年1月に、順庄で現役に復帰した。1952年4月、第2軍団副軍団長。4月9日、国防部長官補佐官。1952年5月、少将。1952年5月25日、峰南地区海軍司令官。憲兵、特務隊、警察を動員して、 野党の国会議員を逮捕、拘禁した。1953年、李承判の命令で、憲兵総司令部が創設され、司令官に就任。この憲兵総司令部は、陸軍の憲兵とは別系統の組織であった。5月16日、中条。同年6月、李承判の指示に従って、反共捕虜を釈放した。1960年、 4月革命が起きると1954年に起きた不穏文書投入事件と金星柱殺害事件の首謀者として拘束され、翌年9月に懲役15年の判決を下された。1963年、恩赦。1968年2月4日午前5時、長江県内科病院で、狂心症により死亡。2008年4月28日に、 民族問題研究所と新日人名辞典編纂委員会が発表した新日人名辞典収録対象者群部門に含まれていた。ありがとうございます。